気づいてないんかな。え、あ、気づいた。おっちゃんも横座っていいかな。全然あるから。よいしょ。遠く行くな。お前が 1.8 になります。1回が、はい、食べたことない。 1.8 は6ぐらいまでは行ったと思うんですけど、7.8 はなかったような。メスってあんまやってないでな、うちな。あー、まだやねんねん。 頭下がりがちよな。チュッチュせえへんの。眉毛のさ、色がさ、白いな。白いな、これな、変わっとるよな。お前な、まだらに白いな。そうなんすな。よう見たらこの辺のヒゲもさ、よう見れるっていいよね。なんかなんでこんなに色がこんなにな、茶色かったり白かったですね。お前な、ちょっとな、ちょっといいからディットして。いらんってそれは。え、まだって言ったんじゃん。乗せたい、はい、まだ。ほんまやな、綺麗やよな。あれ、みんな何色っけ。黒、黒っぽい、茶色っぽい、茶色っぽい。この根も、セウチおんで。セウチはよくって、俺はわかんない。あ、生あくびあくびしたな。酸欠。酸欠。じゃあ一本のヒゲが黒くなったり白くなったりするんかっていう話でな。選んであんた。捜査犬とかならへんかな。聞いてる。え、一本のヒゲが途中で白くなったり黒くなったりするのか、白いヒゲはずっと白いのか。変わるような、うん、あんまり。変わるってことは一本のヒゲがまだらになるってことやで。だって眉毛の感じ見たらそんな感じせえへん。だからそれ眉毛だけなのか。家庭じゃない今。いや違うんちゃう。でも眉毛がこんなになる人あんまりおらへんけどな。眉毛がだって。痛い。歯当たってるって。目もっと白いやん。ほら。な。それをひげもそうなのか。やっぱ大人たちが見てくれば。ちょっと近ない。へえ。いいじゃん。あ、でも先黒いな。先黒いな。なんだ。こういう時の声は可愛いよな。聞いてる。さっき黒い。さっき黒いって。超可愛い。あ、体温測っての練習するのか。帰ろう。こんなとこで油をつるから。俺のせいみたいな。おらん方がいい。いや、俺関係ないけど。これでした。あー、関係あった。逃げた。そんなバンって乗る必要ある。怒ってちょっと機嫌悪いのかな。あ、じゃないよ。27まで行きたい。はい、ちゃんと待って。お尻はおらん方が良さそうやな。おらん方が良さそうやな。急に興奮してバイバイ。